現在、スナパエさんが、アドミンに来たのは割と後半なので、犯行が不可能ってほどの情報ではない気がします。スナパエさんと竹雄さん、なるほど行動して夢なんらばん。あれ、どうれの伝わりづらいかな、さすがに。知ってる人は知ってる。バーチャルゴリラさんのモノマネでした。イエーイ！もう始まった。モノマネを入れ込む隙がなかった。ゴゴゴゴ。ジョースト。ジョー太郎。ジョー。小安さんの声は一生かかっても出ないのがわかる。なんかさ、モノマネをさ、してる人だったら結構わかる。モノマネ芸人の人とかもよく言ってるけどさ、自分の出る声って聞いたらわかるんだよね。早っ！死んでる。早っ。先手必勝。死んでる。はい、見つけました。はい、で、場所がですね、はい、ナビゲーション、ま、ナビゲーションですね。おー、ナパエさん右行ってましたよね。うん、俺すぐ下行って、で、コミュニケーションのダウンロードやった後、最終位置アドミンです。最終位置アドミン。ゴリラさんが O2 に行ってたんで、うん、すみません、竹谷さん、誰が O2 行ってました？先端さんが O2 に行ってました。先端、はい、先端が O2。O2 でタスクやってたんで、まあ時間的にはちょっと先端さん厳しいんじゃないかなっていう感じですね。なるほど。あと一応ヒットスナパイさんになっちゃうんですけど、他にアドミンに人いたよ、2人ぐらい。アゲンさんいたんじゃない？スナパイさんが右に行った時の一緒にいた人を教えてください。一緒に行ってはない、誰も。ね、全員がね、あの散らばって行ったのは見たっていうか、一田さんがナビゲーション入っていくのも見てるし、O2 側に竹雄さんが行ったのも見てる。なるほど。現です。O2 側に、あの、アドミンに確認した限り、O2 側に5人ぐらいいたと思うので、おそらくその中の犯行だとは思います。ちょっと多いです、ね。逆に O2 に行ってない人って誰ですか？現が確認して、確認したのはナイトメアさん。サントスさん、サントスさん行ってないの確認します。トリッピーも行ってないです。オレンジ色の方、スナパイさんもアドミンにおられましたね。はい、モリニアーティと黒川クロムは、メッドベイに2人ともいました。はい、黒川さんとモリニアーティが、モリアティさん、はい、うん、今回に関しては絶対やってないです。はい、メドベイにいたのも確認してます。一人か二人、はい、そこではないね。スナパレさんアドミンにいたんですか？うん、早くないですか？右でタスク何もしてないんですか？O2 とナビゲーションに一人ずつ入っていく、まあ市田さんと竹雄さんだけどを見て、はい、一緒に来たくないって思ったから、そっち後回しにして、スナパレさんは誰を疑ってますか？そうするとなんか竹雄さんです。キルして竹雄さんとスナパイさんが行動してください。はい、なんで要素入っちゃったの？現在スナパイさんが、アドミンに来たのは割と後半なので、犯行が不可能ってほどの情報ではない気がします。スナパイさんと竹雄さん、なるほど、行動して。夢なんらばん。あれ、どうれ？伝わりづらいかな、さすがに。知ってる人は知ってる。バーチャルゴリラさんのモノマネでした。イエーイ！V 界隈じゃないとわかんないかな。怖い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 。トリピ怖い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 。ああ怖い、ここも怖い。悪夢が蘇る。ゲンさん、また全く同じで全く同じ心理だったと思います。もうこれね、交代制でいいと思うんだよね。あとでピコイ。ああ、怖い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 。ピコ。スキャンスキャンスキャン。今日は何型かな？塩酸。O マイナス。オーマイ。死体あるかい。クロムさんが死んでるね。すいません、だいぶ時間経ってルート的に通ったんで、そろそろ死んでるかなと思って押しました。クロムさんが死んでますね。クロムさん死んでるね。あれ、クロムさん俺さ、
ゲーム全く見てません、クロムさん。ネットゲームも見てないです。私も見てない。いたよ、ゲンさん。あの、リアクターの、そうだよね、クロムさん真ん中いた。うん、クロムさんだった。で、あと、リアクターいたのか。クロムさんね、一番最後にね、リアクターの真ん中の、多分ロングタスクしてた、俺見た。うん、その時結構人いましたよ。真ん中のタスクだね。スナパイタケオは左上でやってまして、その時リアクターの。はい。で、その後、2人して、ロアエンジンで最終位置です。はい。あれ先端さんって最後メッドベイですよね。うん。ゲンさんもいた。カフェテリアに行くところ見たんですけど。ゲンです。今回先端さんとゲンは割と外せると思います。両方ともかなりの時間一緒にいたのと、あと今リアクターの代わり私忘れてましたけど、はい、リアクターにクロムさんがいた場合、私と先端さんに反抗はほぼ不可能です。どっちも多分クロムさんより先に出てるはずです。先に出てるね、一応。だからリアクターに一人残ったクロムさんをどなたかが殺したっていうのが分かりやすい数字かと思います。はい。誰かいたような気がする。なんでじゃあリアクターってずっといたんですか？なんかモニタリングで見てましたけど、あのトリッピーさんがいたのは確認してるんですけど、トリッピーさんってどこ行きました？その後トリッピーはリアクターで、上行って、そのアッパーエンジン下のタスク終わった後に、僕エレクトリカルの方にタスク多いんでそのまま下です。で多分スナパイさんとその2人いたって言ったじゃないですか、ロアエンジンちょっと奥で、はい、そのちょっと前僕走ってました。じゃあアッパーエンジンですれ違ったとこ見ました？モリアーティと、モリアーティさんと紫です。タスクによって、タスクの位置によっては多分見えないんじゃないかな。でも通り過ぎるとき絶対リアクター側に行ってない人は、リアクターになった後ぐらいにリアクター付近にずっと右にナビゲーション側にタスクがあったから一切立ち寄ってないです。私も立ち寄ってないです、リアクター。リアクター多分クロムさんと私で直したと思うんですけど、もう一人なんかスナパイさんとかいなかったっけ？俺はいたよ。一緒に行動してたから、それは。一緒に行動したのか。あなたがそう指示したんだろうが。夢ならばどれほどよかったでしょう。今だにあなた夢に見る。今日テンションぶっ壊れ日だ。月に1回ある。あ、今日センターの日なんですよ。そう、忘れてた言うの。今日センターの日なんだよね。ツイッターで言おうと思って忘れてた。1111でセンターの日なんですよ、今日。だからテンション高いんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと。はいはいはい。ごめん。完全に竹雄さん見失った。はい、見失ってたんで、おしおし。無駄です、これは。なるほどね。はい。ゲンさっきちょっと言おうとしたことだっけ。どなたかな。サントスさんとロアエン、サントスさんがロアエンジンの左下の端っこですね。殺されると見つかりにくい位置。あそこでタスクやってるのをゲン確認してからリアクターに向かってます。で、リアクターに向かう途中にもリアクター直ったんですよね。でゲンが、リアクターに入ったタイミングではモリアーティさんがなんか2人で直したっておっしゃってましたよね。あ、そうゲンさん、今私をロアエンジンで見たっていうのは、はい、今回それともこの押す前の時ですか？押す前のもう1個前ですね。だから殺人事件が起きた時です。はい、ゲンさん、あります。なので私の時系列だとセンターさんとその後もうほぼ全てご一緒しているのでセンターさんには無理と。でセンターさんとゲンが、リアクターから出た瞬間にクロムさんが、ね、リアクターに残っていたっていう可能性を考えると、ロアエンジンにいた、サントスさんがリアクターに向かってサバイタケオさんもか、ロアエンジンにした、サントスさんが割とゲン目線だと筆頭候補にはなっちゃいます。他の方の情報とはちょっと別なんですけど、はい、先端恐怖症視点は、ゲンさんが最後尾でクロムさんを殺してベントでアッパーエンジンに向かってマットベイに来たっていうのも一応あり得るんで、こっちから目線は別に白くないです。ゲンさん視点は僕のこと白いと思います。一応ありはします。けど、メンタルが相当強い。誰かと一緒に動いた方がいいですか？なんか、どなたかと一緒に動いた方が良ければ。白を取りたければ、多分その方が無難かと。じゃあ、ゲンさんと。俺も多分ね、怪しい位置だと思うから、俺も誰かと一緒に行動したいな。なんか私、右の方のタスク結構残ってて、右のタスク残ってる人いれば、こう一緒できればと思いますが。じゃあ、僕あるんですけど、でも竹雄さんと一緒に。いや、ゲンさんと、サントスさんでいいと思います。一応、対立軸なんで。じゃあ、ゲンさん、右方向を中心にご一緒お願いします。で、トリッピーはペアになりたいかもしれないけど、これ以上ペアを作ってしまうと、ダブルキル、ダブルキルってことが起きちゃうので、先生でもなれない。できる限り人の多くてかつ重ならないところに。まあいろんな人に見られとけばいいわけね。そう。了解。一人行動好きだからいいよ。あとあれだな、ナイトメアさんは極めて白いですね。2キルとも関わってないと思います。バット光って咲いた花火を見て。
雑物まで、やめ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 。あ、こっ。OK よ。あ、停電ね。見失ったぞ。ん？なんだ今の。ん？ここにいるか？両方弁当入ったくねこれ。これちょっともったいねえかな。まあちょっともったいねえかさすがに。どうすか。そろそろ押したい。あ、おつか。やばいんじゃねこれ。何やか。今死んでるところ見たんだけど。わ今誰がいた？オーツーの目の前のルーとこで殺されて見たんだけど。誰だ？今モリアティはあれオーツー解除してたんで。はいはいはい。見てましたよね。紫は解除しました。左の方にいた。うん。通路にいたのあと二人いたよな。誰と誰だ？私通路いました。通路いました。通路いました。で、すみません。肉もう一人。肉片になるし白の肉片を見たんだけど血が見えなかったごめんなさい。もう一人誰がいたんですか？てかさ、ね、直すふりしてた人いません？ゲンです。サントスさんとゲンはもう限りなくずっと一緒にいたんですね。サントスさんとゲンさんが限りなく一緒にいた。はい、うん、これはサントスさんも証明してくださると思う。でサントスさん一瞬なんかバグかもわかんないですけど画面から一瞬ベッて消える瞬間があってでもだから O2 が鳴ってたので O2 方面には行かれたんだろうなと思って O2 方面に行ったらサントスさんと合流したんですね。でその直後に、はい、スナパイさんが上からヒャーッと降りてきてで、アラームが鳴ったという順番です。上からじゃない。上からじゃない。サントさん、地震、O2 とナビゲーションの間で地しぶきがあったとき、はい、一緒にいたの、何人ぐらい O2 にいたんですか？確かに3、4人いて、で、ゲンさんが言ってることは、途中までその通りなんですよ。シールドでタスクするとこまであってて、で、はい、鳴ったんで O2 に行ったんですよ。で、その時に、ゲンさんが、まあ、さっき言ったバグなのか分からないですけど、ゲンさんとその瞬間離れちゃって、はい、なんで途中まではずっと一緒にいたんですけども、O2 事件があったときに、ね、一緒に同行したかっていうとちょっと遅れてきたような気もしますね。そうです。ゲンはO2がなろうがサンドスさんにはタスクを優先していただきたかったので行かなかったんですよ。だから下に来てほしくて下っていう感じで誘導したつもりだったんですけど。はい、ちなみにゲンさんとサンドスさんに聞くんだけど、うん、死体が発見したと血しぶきが上がったタイミングが2人とも一緒にいたの？そう、それ一緒にいました。全員いたの確認してます。サンドスさんではちょっとわかんないですけど、うん、多分墓無理ですね今回。まあ、普通に言えばさっきのペアの話だと結局竹尾さんとスノパイさんって組んでたんだよねっていう話になるんだけど、うん、だから山パイさんになってる。これ入れとくか、入れとくかスノパイさんに、うん、ロラーということで実質的な。申し訳ない。これはそうなの？2票しか入らないのが怖い。いやでも取られるんですだけじゃん。まあまあよかったよかった。ごめんなさい、ちょっと誰をローラーしてる。誰したっけ。もう竹尾スノパイのローラーだね。竹尾切る。いや、いらなかったか、投票。色を残ってたら怖いか。いや、でもなぁ。はいはい、どうしました？ごめん、ちょっと時間なかったから伝えた。いや、いらなかったかな、はい、処刑自体が。あ、ロラ一応、竹雄さん。竹雄さんっていなくねって思ったんですよ。そう、だから、間接的な。竹雄さんが死んでるから、ペアが死んでるから、相方を一応ローラーで殺しましょうって話、ね。そうそうそう。サントスさんとゲンさんでしたっけ？
はい、サントスさんとゲンさんが、でも竹尾さんと砂前さん違ったらどっちかにまですよね。サントスさんがゲンさんのどっちかがほぼ近くにいたんだった、ただゲンはあくまでサントスさんを疑ってって話をしただけで黒角とまでは思っていません、はい、少なくとも、うん、で前回のどれでしたっけ、殺人事件1個前の竹尾さんか、竹尾さん、竹尾さん殺人事件に関してはサントスさんは白であるっていうのが割と確証があります。状況的に今回は投票はなし、処刑はなしで先で整理すればよかったな、どうするか。2人だったらまあ源さんの方が白いかなっていうのは思いましたけど、その2人だったらですね、まあ、これでいいっすよね。私はで、うん、多分さっきので砂場さんたち黒落ちてると思っていて、初日にも言ったんですけども、あのアドミンに最後尾で来られたのが砂場さんだったんですよ ね、 な、 るほどね。なのでその東方面で殺してちゃっかりアドミン来て、源さん見てたよねみたいな感じでアリバイ作りに行ったのかなという感じは、まあ、あくまで。でもあの別は使ってないんじゃないかな、僕がずっと初手からアドミンにいたから、僕がタスクやってる最中で見てないのを期待して出てきたとかで見逃してたとかで何かけど歩いては来てたと思う、少なくとも、うんうん、スナパイさんが黒だったらサントスさんと源さんに黒がいなそうですよね、二人殺せたはずなのに。まあそうで、ね、あでもそれはちょっとまあわかんない。うん、あのさっきのがスナパイさんじゃない可能性もあるから何とも言えないですね。スナパイさんが結局、うん、そのスナパイ竹雄が結局両城で、まあサントス源さんの中に一郎いて、スナパイさんにおなすりつけられると思ってやったっていう可能性は全然あるから。あれじゃないですか、これって二郎残ってたらダブルキルで負けた、ダブルキルで終わりだから、スナパイさんで落ちてるのを祈るしかないんだけど、スナパイさん、そうですね、私源さんと同行でいいっすよね、引き続き。ちょっともうタスク優先でもいい気がしてきたな。じゃあ一緒に動いてください。じゃあ現左に行くのでお一緒に、はい、じゃあ左方向一緒に行きましょう。はい、はい、了解です。お願いします。ちょっとな、時間がなかったから、なんか人狼的な処刑の仕方しちゃったけどいらなかったな。とっさにロラーを思いついてしまった。全然歩み寄らないじゃん。怖い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 。少なくとも30秒ぐらいには今日どうするかみたいな話をした方が良さそうだね。エレクトリカルと、怖すぎる。二人とも怖い。なんだこれ。ダブルキル起きないな、でも。セキュリティで終わりだ。うん。確認で、誰も死んでる。ナイトメアさんが死んでる。ナイトメアさん死んでる。いやー、嫌な位置殺すな。最後見た人います？ナイトメアさん見てないっす。ナイトメアさん全然見てないっす。めちゃくちゃ前になら僕見ました。ゲンです。サントスさん、ゲンの犯行は不可能だととりあえず言っておきます。も私もそう思います。ゲンさんと1回分断されたんですけど、ゲンさんが個室の方で、うん、エレクトリカの方であれだったので、はい、なんかあの弁当使わない限り無理ですよね。そうそうです、弁当使わない限り無理っていうふうに私に見えてるんで、減産が限りなく、待って、あのね、僕ね、停電になったじゃないですか。停電じゃないわ、僕、アドミンで見たタイミングで、あのラジオが鳴ったじゃないですか。コミュニケーションですね。はいはい、そう、コミュニケーションが鳴ったじゃないですか。うん、その直前に僕、アドミンで確認してるんですけど、エレクトリから3人いたんですよ。うん、私がいました。誰がいました？私。センタンと、そう、ゲンさんとサントスさん。はい、
この3枚多分無理っすよ、ね、うん、だからあ、そうか、じゃあ死体は通路だ、うん、それとアドミン僕しかいなかったんで死体は通路だ。じゃあってことはモリアーティさんかトリッピーさんのいずれかか、うんうん、まあダブルクリアが起きてなくて終わってないってことは、まあ、僕ね、あと一応、うん、あと一応、あ、そのナイトメアさん本当に最初の方に見たっていうのは僕と、モリアティさんとナイトメアさんはカフェテリアから下、僕がアドミン行ったタイミングでモリアティさんとナイトメアさんはストレージの方に行きました。でモリアティさんだけ戻ってきた。ただその後に僕ストレージ取ってるんですけど死体はなかったんで、死体ないし、まあ、そこら辺では殺さないと思うんで。トリッピーさん、てか、私ナイトメアさん見てないよ。いや、あとね、一番最初多分カフェテリアが扉閉まったじゃないですか。そして下に行くときに多分、いや、もう絶対にモリアティさんとナイトメアさんは一緒にストレージの方にカフェテリアから抜けてきました。でその後すぐモリアティさんは多分アドミンの入室管理を確認しましたね。ラジオ直したの誰？一人で。あ、ラジオ直したの僕です。トリピです。トリピ白いね。O2 も直してたし一人で。いや、でもスナパイさんで。あ、スキップスキップ。まあモリアティさんでしょう。俺はセンターの可能性全然寄ってるけどね。でも3人割と一緒にいたよ。エレクトリカルセットの時に犯行が行われたとしたらセンターさんは白だと思います、うん、なるほど。あ、スナパイさんがインポスターだったら。スナパイさんとモリアティさんかな。うわー狙われてるこれ完全に。源さんは？出ないからな。源さんがどこだ？源さんどこなんだ？トリッピーとか押してくんねえかな。え、こっち。こっち来て。押して。そう。あ、押してくれた。あ、ゲンさんが押したんだ。イエス。死んだ。ありがたいです。いや、ありがてえ、この閉じ込められてたんで。あ、ゲン、タスク終わったので押しました。はい。2人いなかったから。私終わってないです。アドミンシールドが残ってます。じゃあ現サントさんに引き続きつきますか。それでサントさん押せましたっけ、うん、ボタン。もう押せないです。私使っちゃいました。押せないのか。なるほど、うん、難しいな。あと僕も押せない。はしますが、まあそうですね、トリッピー押してないでしょまだ。トリッピー見るとトリッピーさん見てなんて。あら、俺押してない。で、俺タスク終わってます。終わってる。私も終わってます。確実に言えるのは、じゃあサントさんだけ。いないからですね。じゃあサントさんだけ行ってもろて。もうサントさんあれだよ。みんなカフェテリアにいいよ。じゃあそれで勝ってるわ。あの、何かがなっても私はタスク最優先でいいですかね。そ、はい、そういうことだ。OK です。殺されたらそのままあの幽霊でタスクを埋めてもらって。はい、OK です。やべ、タスクを私が恐れて負ける可能性が頑張ります。みんなカフェテリアにいるんだったらもう死ぬわけないくらいですか。うん、大丈夫。うん、大丈夫ですよね。ちゃんとさ、もうロボットになってください。タスクをこなす。いや、なんか私カードキー毎回遅いんで残ってんでドキドキしますけど頑張ります。ぐらいか、言うことぐらい。まあ、勝ち確信。方針は決まった。スキップするぞ。まあ、モリアティさんとスナパイさんだと思うけどね。え、誰と？モリアティさんと。モリアティさんか。私もまだ分かんないです。トリッピーさん、モリアティさんも均等に怪しんでますが。あ、うちでも勝ちですよ。トリッピーだとしたら、アドミンでエレクトリカルさんって情報とか。
出したりラジオを一人で直し行って O2 もさっきの移動中同じこと喋ってました O2 も上直したからな。いやアドビンのくらい大きくやってたらすごいなっていう、いや先端から見て俺もやっぱいい人映っちゃう。まああとねえ、まあ原因さんがちょっぴり可能性があるかなぐらいかな。そうか、エレクトリカルの弁で閉じ込められた時にイベント使ってる可能性はあるし、初日もね一応ちょっとはぐれた時薄いけどね、薄い要素2個あるって感じかな。ミートします、ミートします。ソーシャルディスタンス。リアティさんだね。いや今のはさすがに。え、私じゃない、私じゃない。これはモリアティさんでしょ。うん。ゲンさんは僕の2番目だったでしょ。うん。ずっとミーズ。違う。重なってたんですよあそこ。いやゲンさんはミーズだ。センターさんが一番。僕が先頭、ゲンさん、トリッピー、モリアティさんの順だったでしょ。そうでした。え、そうですけど、だから被ってたんですよ3人が離れて。とか私は殺されたくなかったから離れてたんですけど、うん、寄ってくるんで。モリアティさんでも殺された方が良くないですか、なんだったら。うん、今人ん、私が死んだらだって、それはトリピーさん犯人で終わりですよ。でもトリピーさん、その死体を私がセンターさんが見つけるから、それで終わりじゃないですか。うん、いや、違いますよ。私が、追放ってことですよね。あ、そうです、そうです。死体見つけたらまた議論できるんで。いや、そしたら、11で終わりですよ。アントスさん、タスク進みました、今の間。あの非常に心苦しいんですけど、カードキー失敗しました。これ、モリアティ投票すると思うんですが、投票するか。じゃないし、私4人だし。釣って、だって3人になって、また鳴らされて、キル張ったら終わりですよ。うん、もうここはもう、身内の場面です。というか、狼市どこだとお考えですか？だから重なってたのが、あれですよね、緑の人ですよね。じゃあ確かゲンですね。でも私視点でゲンさんずっと無理だったんですよ。ほぼ不可能だったんですよ、過去の履歴的に。めちゃくちゃ中根さんがほぼ殺してたんじゃないですか、そうなると。じゃあナイトメアさんのキルもゲンさんってことになるんですけど、そうなると、うん、サントスさんとゲンさんが別れたタイミングがエレクトリカルの壁で分断されたタイミングしかなかったと思うんですけど、その17秒で弁当を使ってスーパーキルして戻ってきてってなるんで、そうそう、それだけあります、それだけあり得るんですけど、それだけありですけども、じゃあなんかそれはもう諦めようかと思って弁当のスーパーキル入れます、オリアティさんに入れます。負けますよほぼ、うん、殺害現場私モリアティさんさっき見たんで、モリアティさんめっちゃマジですげえキルだけだな、2キルとも、うん、いや私なんかモリアティさんの白アピーっていうかトーンが変わらないのがすごいなって思います。ピン。ああ。無理です。あの、ごめんなさいスナパイさん、あれ。いや、あれだったら知らなかったな。いや、僕もね、竹がね、竹雄さんに行っちゃったのがミスでしたね。竹雄さんがいなくなればスナパイさんまでは。遅くてすまねえ。いやいや、全然それは。いや、あのカードキー超むずいっすよね。カードキーめっちゃハードルですよね。ずっとビービー言われますよね。ムシキング。あれは割と気持ちゆっくりめにやると成功しやすい。ああ、気持ちゆっくりなんですね。あの、だいたい早いって言われてるはずだから、右上で。あ、そう、いつも一応見てるんですよ。早いか遅いかとか見てるんですけども、どっちにしろ、犬になる。ちゃんとあれ、奥までやらないと飛んないから。あ、そうです、奥までやってます。奥までやりながら。一番右まで。ね、今のが、スナパイさんと、モリアティさんですよね。そうですね。そうです。いやー、よかった。当たって。スナパイさんのキルびっくりした。あ、やーとか思えない。前足まで行っちゃったわ。モリア、死んでる。なんでもういいの？モリアティさんに殺されたんですけど、モリアティさんめっちゃ白いじゃんって言いながら殺されました。最初の開幕キルがだからモリアティさんなのか。そうそうそう。あ、スナパイさんです。開幕。またさんを殺したのはだからモリアティさんで、クロムさんのナイトメアを殺したのはモリアティさんってことかな。ね、リアクター殺人は、ね、
ディレクター殺人事件はモリアティさん。モリアティさん。はいはいはい。そうでもリアリティじゃないって殺されたの。じゃないんですよ。あれ確かロアエンジンぐらいじゃなかった。エレクトリカルで殺されてるんですよ。ディレクターは確定じゃない。あ、そうだそうだそうだ。ディレクターで死んだって確定ではなかったですもんね。そうそうそう。あのまんま最後。あ、ごめんなさい。最後トリッピー疑われる位置だったんだけど、僕原さんと重なったのはやっぱ握手。もうあのタイミングしかないけど、ごちゃったタイミングで一番最後誰がやったかは分かんなくなりやすいはやりやすいけど、そういうことか。死んだのはトリッピーさん側でよかったですね。そうです、なるほどね。さあトリッピーラストワンゲームできる？あ、もうこれで終わろうかなって思ってるんですけど。了解。はい、ごめんなさい。お疲れ様です。楽しかったです。はい、お疲れ様です。楽しかったです。お疲れ様でした。またやりましょう。ありがとうございました。楽しかった。勉強にもなったし、たまにはね、ちょっと学びを得ました。学びを得ました。違う、ありがとうございます。またね、またちょっと精進してきます。お疲れ様です。ありがとうございます。配信自分でちょっと切ります、あの締めますわ。はい、はい、ありがとう。これどうします？他の方はどちらでも全然いけますけど、日付前だからちょうどいい時間だから終わってもどちらでも、うん、僕はやりたい。ラスイッチぐらいやる。いや、僕はやりたいね。わかりました。じゃあお願いします。ラス1いきましょう。はい、ラス1なの？え、もっとやりたい。一応じゃあまあ欲張り屋さんだな。まあでも全然あの落ちる方が何人かぐらいで判断する感じ で、うん、とりあえず9人から減るぐらいだったらもう終わりでいい、お開きでいいかなと思ってます。あ、そうか、今一応9はいるんですね。そうだから画面だけ見てた。はいはい。今の一瞬の隙でローカルで練習しに行こうと思って行ったらなぜか一発で決まったんですよね。なんだこれだ。モリアーティさんの発言、なんか明らかにモリアーティさんが犯人って私目線分かりやすかったんですけど、トーンが全く変わらないのが怖かったですね。私オオカミの時もう半分もう半人焼けみたいな言い方しかできないんで、なんかいや、配信上ではもうこれどうすんできついなってずっと愚痴言ってましたもん。いや、でもあの状況でなんか、うん、そう、あそ、あ、なんかあの方向でなんか伸ばせるのすごいなと思って、うん、どう見ても真っ黒なんですけど、そう、どう見ても真っ黒にしてる。喋りが全く多分白と黒と変わらないタイプの方なんだろうなと思って、すごいなと思って、ね、上手だった。めっちゃ僕インポスターで、あのフォーカス向けられるとあの声が上ずるから。いや、わかります。私もなかなか村っぽい。今なんかコメントで指摘されたんですけど、なんか これアップデートしないと霊結果とか見えちゃうんですか？霊結果っていうかは設定で見れて、あのこの間前アップデートであったのが1個がタスクの進みがリアルタイムで反映されるのと、会議の時間に一気に更新されるのと、全く更新されないっていうのが設定で選べるようになったのが一つと、投票した人が誰に誰が入れたかが分からなくなる風にできるというのが設定で追加されたという話ですね。部屋主の方がやればいいので、多分我々はビジュアルタスクはあのやってる一部のタスクがですね、あのメトベイのスキャンとセキュリティのストレージ化の下のゴミ捨てのタスクって、それをオンにしてるとやってるのを旗から見てやってるっていうのが見えてしまうんですね。ビジュアルとしてオンにしてると、なので誰かに見てもらうことで隠し度証明ができてしまうので、多分オフにしてると思います。今オンになってますよね。私の画面ではオンになってるんですけど、ビジュアルタスクは今オフになってるはず。じゃあオフですね。え、じゃあバグってんのかな。え、他の人がやってる時に見えてますか？それは多分見えてないと思うんですけど、だったら大丈夫です。ちょっとさっきインポスターだからちょっと分かんなかったですけど、そこまで気が回んなかったんで。めっちゃ気になるんだったら一旦また部屋抜けて入り直した方がいい。そうですね、ちょっと一回入り直します。はい、あのメドベイのあの台に立ってスキャンされてるやつが、人からスキャンされてる輪が表示されてるのが見えてしまうので、ビジュアルタスクオンになってると、うんうんうん、ああでも確かにモリアーティさん、さっきモリアーティさんだけ見えた気するんですよね、一緒にいた時。ビジュアルタスク他の人は見えてないですけど、モリアーティさんだけこうやってスキャンされてる様子が見えて、うん、見えちゃって、まあ、言わなかったんですけど。え、治んないな。でもこの数戦でかなりこうなんか
分かるようになりましたね。なんかあ、本当ですか？あ、よかったよかった。印象がすごい著しい。なんかヤムチャから天津飯くらいになりました。めっちゃ強くなったじゃないですか。だいぶ強くなった。ヤムチャの評価低すぎません？